ジェフ・ギブスは、アメリカ合衆国のプロバスケットボール選手。ポジションは、パワーフォワード、センター。B3、リーグ、長崎ベルカに所属している。オターバイン大学を卒業後、2004年より、ドイツでプレー。2010年に来日し、JBL のトヨタ自動車アルバルクに入団。トヨタには、JBL と NBL 合わせて6シーズン在籍し、 JBL2012 から13シーズンと NBL2015 から16シーズンのリーグベスト5を受賞。また2014から15シーズンと2015から16シーズンは2シーズン連続で NBL のスティール数1位のタイトルを獲得した。全日本総合選手権でも2014年にベスト5を受賞。2016年8月、B リーグ一部の栃木ブレックスに移籍。 2021年 b 3の長崎ベルカニー席80から90年代に NBA で活躍したチャールズ・バークレーに例えられるように身長はないがフィジカルを活かしたプレーが得意な選手ローポストからダックインしてのシュートミドルレンジからのジャンプシュートが主な攻撃またリバウンドにも強く他の大型 PF にも競り負けないそしてギブスの最大の特徴である ウィングスパンの長さを活かしたスティールが相手にとって脅威であり、現在の B リーグでもトップクラスにある。トヨタ時代はファウルを多くしてしまうことがあり、ファウルトラブルになるのが問題であったが、栃木移籍後、同じプレーをしてもファウルが取られなくなった。ありがとうございます。